誰かになれるかいらない。5対5の勝ち抜き戦やろうよ。お前らね、雑魚ばっかり集めれるのか。もうお前ら集めれるのか。いや、メンバーそれだけ組み合わせてまっとけよ。検定してる2人の状況を発表したいと。まず1人目谷崎直樹、そして2人目、ね、それは大船屋さんです。お前です。土曜日メンバー来る。これとディナルと大文字、まあこの3人で十分やけど、あの2人、あの2人は東京のメンバーよろしいから、はい、明日か明後日か、それまた当日か、いつだろうか分からないけど、とてつもないメンバー用意してるから、まあ楽しみにしなきゃ。それじゃまず1人ビリリメリット、そしてモノログ1つはアンディングループ、これですね、あの全部のアンディングループやってるのを手伝って、それじゃあ、アンディングループまあそれじゃあ5人目楽しみに戦術をしっかりと取って